あれ、キリノさんが見当たりません。どこに行ったのでしょうか？キリノさん、行方不明。これは俺の妹 P 族宣伝隊長に就任したキリノさんと行く聖地巡礼ぶらり旅なのです。キリノさんがいないのですが、今回は幕張船田マリアット公園にお邪魔しています。ここは京介と綾瀬の対決の場所。キリノのオタク趣味がバレて大変だったんですよね。アニメ本編と同じ風景がそのままです。おーい、こっち。あ、キリノさん、あんなところに。にゃーん。アニメとは違うインパクトです。ここからの眺め超最高。さて、このぶらり旅もいよいよ終わりです。思えばあんなところやこんなところ、いろんなところを巡りましたね。キリノさん、はい、ここで宣伝です。はい、みんな、私との聖地巡礼楽しんでくれたかな。俺の妹がこんなに可愛いわけがない、ポータブルが続くわけがないわ。明日発売だよ。特装版もよろしくね。では、また次回のキリノさん、ぶらり旅でお会いする日まで。